今日の台所を錦市場でお買い物をプロのおすすめ。今週も先週に引き続き京野菜の川正さんに伺いました。はい、タケノコが所狭しと並んでおります。今日も野川邦夫さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、タケノコ、京都産と、これ京都の塚原さん、塚原ってどのあたりでしょうか。京都西京区、西の方ですね。大江とか、そう、はい、うち、その辺と、あとモズメ、向こう落栽とか、竹林も多いですよね。そうですね、はい、でいつも朝、早朝から、暗いうちから掘り出して、で、うち午前中10時ぐらいには持ってくるんですけども。そうですか。そうすると本当に取れたて、朝掘りと書いてありますけれども、そう、もうほんまに取れたて、取れということですか。取れですね、はい。どうでしょう、京都のタケノコって他の産地のタケノコとどう違うんでしょう。まず作り方が全然違う、はい、手間のかけ方が違うんですけど、もうなんていうかな、京野菜検定にありましたね、京都のタケノコの世話の仕方。そう、はいはい。その土入れって言って、竹やぶに毎年土を積み上げていくんですよ、でタケノコというのはその空気に触れると固くなっちゃうので、はい、その土を入れることによって、空気が当たらないまま大きくなる。だから最初の地面があって、その地面の上にさらにこう土が乗っかってるんで、タケノコが出てきても空気に触れんまま大きくなる。だから大きくても柔らかいタケノコができる。そうですか。そしてちょっと色白っていう感じですよね。そうですね、はい。どうでしょう、買う場合はどういう点を見て選べばいいでしょうか。まず白さですよね。白さ、例えばこれが分かりやすい、はい、見てもらったら真っ白いですけど、土の色がついているだけで、実は白い、そう、はい、でそれからやっぱりあかんやつ、これ他府県のやつですけど、こう切り口を比べてもらっても全然違う。本当ですね。それは時間が多少経っているっていうことですかね。そうですね、それもありますし、もう元々のタケノコが作り方が違うっていうのもありますし。そうですか、はい。あと一つポイントを教えてください。あと一つ、タケノコの先端、先端が黄色い、葉っぱがちょっと残ってるようなところが、この先端がこれ黄色ですけど、例えばこれはちょっと分かりにくいかな、はい、緑になってるんですよ、はい、緑になってるということは火が当たってるということ。あ、なるほど。だから土から出ているタケノコ、出た瞬間にもうタケノコ固くなっちゃうんで。そうですか、こういうのはよろしくない。そうですか、分かりました。じゃあそういう点を見て、またお店の方に相談して買うといいかもしれませんね。はい、そうですね、はい、野川邦夫さんでした。ありがとうございました。